はい、皆さん、こんにちは。タクシーチャンネル、ケンタです。本日はですね、ここの個室みたいなところを借りてますけども、今日のタイトルはこちらですね。売上形成の基礎っていうところで、売上形成の考え方ですね、をお伝えしようかなと思います。これから入る方はですね、こういった、タクシーの稼ぎ方、東京のですね、稼ぎ方の、ちょっとしたコツというか、考え方っていうのを学ぶと、すごくですね、入ってきた時にイメージしやすいと思いますし、今ですね、新人の方とかですね、始めた方っていうのは、こういったことを全然教わることがないのかなと思うので、ヒントとしてですね、こういった考え方もあるよっていうのをですね、ぜひ、この動画で見ていってほしいなと思います。お知らせですね、明日中にですね、2月のセミナーの詳細を参加者にではですね、LINE で送らせていただきます。ぜひご確認ください。それでは本編入っていきましょう。はい、それではですね、本編入っていきましょう。今日はですね、売上形成の基礎っていうところで、特にお昼ですね。お昼の、実写率とかですね、都内の走り方の私がよくやってるですね、3ポイントとかですね、2ポイントを作ってですね、この往復とかで、ここのね、エリアとかで、こうブロックみたいな感じの考え方があるんですよ。ちょっと言葉にするの難しいので、このマップでですね、説明していきたいなと思います。で、今回はですね、3点のトライアングル的な感じのね、エリアの2点ですね、エリアの動き方っていうのをお話ししていきます。よくありがちなところを話しますので、ぜひですね、見ていってください。まずはですね、3点のトライアングルからいきましょう。ここですね、こうやって大きくすると見えてるかな？見えてますね。例えば、赤坂、六本木、そしてですね、東京駅。この3つですね、東京駅から赤坂。赤坂から六本木。で、六本木から東京駅とかですね。東京駅から六本木。で、赤坂。で、赤坂から東京駅とか。この3点のトライアングル。これよくあるかなって思います。例えば、1時間でね、3本取るとして、ここをしっかりこう取ると。ってなってくると、本当にですね、ここの皇居のこの内堀通りっていうのはですね、何回も何回も走るような感じになります。そういったところ、意識してですね、例えば赤坂から六本木行った、あ、近かった、1000円だ、じゃなくてですね、六本木では、じゃあ次東京駅に向けてどうやって取ろうかなとかですね、東京駅からじゃあ赤坂に向けてどうやって取れば、どこにつければいいのかなとかですね、考えていただけたら嬉しいなと思います。こういったところにですね、例えばこの帝国ホテルとかも絡めてもすごく面白いなと思いますし、東京駅だけじゃなくて、この大手町ですね、とかも絡めても非常に面白いし、精度高くなるのかなと思います。で、次ですね、次はですね、よくありがちな、初級者から中級者にかけてってとこなので、お話ししていきたいんですが、ここですね、六本木。これも六本木から見ますけど、六本木、恵比寿、渋谷。この3点ですね。例えば渋谷から六本木に来ました。六本木から恵比寿に行きます。で、恵比寿から渋谷に行きますとかですね。恵比寿から六本木に行きます。ここ多いですよね。恵比寿から六本木。で、六本木から渋谷に行きます。で、渋谷から恵比寿に行きます。裏通ってとかですね。っていうのが、あったりしますので、ぜひですね、この三角形っていうのも覚えておいてください。はい、最後もう一つですね。目黒とですね、あと品川、そしてですね、大崎とか五反田、この三角形ですね、ここあるかなと思ってます。結構難しいんですが、目黒からですね、まず品川高輪口っていうのを取ったりするんですよ。で、品川高輪口あたりから大崎とか五反田、この辺のめがけてですね、お客さん取っていくんですよ。で、この辺ですね、五反田とかからは、いろんなとこ出るんですけど、目黒、近場だったら目黒っていう感じで、この三角形やってほしいなと思います。はい、そんな感じですね。どこまで行きましたっけ？そんな感じですね。五反田、大崎、目黒、そして高輪ですね。で、この、品川高輪口ですね。で、この高輪台とか、この白金台、そしてですね、この白金高輪っていうところと、例えば、六本木とかですね。例えば、汐留とか新橋。ここ結ぶのもすごく面白くて、麻布十番とかですね、も含めて、この辺をこう、三角で結んでみてるのも面白いかなと思います。そういったですね、よく行きがちな、ここからだったらこの向きであっちに行くよね、あそこに行きやすいよねっていうとこと、そこの場所、例えば行ったら、汐留に行ったら、汐留からここに、この向きだったらそこに行きやすいよねっていうところを、三角とかですね、四角とかですね、いろいろ作ってみてください。そうするとですね、流し営業の非常に参考になると思うし、考え方として、下ろした位置で、
お客さん取るっていう風になってきますので、そういった考え方ぜひやってみてください。はい、次ですね、後半になります。後半はですね、2点ですね。さっきは3点のエリアの話のつながりの話をしたんですけど、次はですね、2点、こういう風に生き方があるよっていう感じですね。一方通行だったり戻ってきたりするんですけど、2点のお話をしようと思います。まず1つですね、赤坂新宿間ですね。これはね、結構多くの人もやってると思うんですけど、赤坂、ちょっと大きくしようかな。赤坂、例えばこの辺でですね、新宿って言われたら、ここ絶対通るじゃないですか、ここの道。で、ここの道通って、ここ左に曲がって、で、あ、ここか。四谷四丁目ですね、右曲がってとかで、新宿っていうのがあるじゃないですか。で、これは、その新宿からもですね、赤坂っていうのは出るので、特に朝とかですごく出やすいなと思うので、赤坂、新宿から赤坂、赤坂から新宿。ここですね。しっかり、狙ってみて取るようにしてください。しっかり距離出ますし、昼だと、まあ、実車率上がるっていう点ではね、すごくいいので、やってみてください。行きも帰りもあるっていう感じですね。で、次ですね。次よく多いのが、恵比寿六本木ですね。恵比寿で、こっちの向きですね。こういうふうな向き。で、取るとですね、特にここのね、交差点とかね、取るとほぼ六本木ですから。で、ここ通って六本木ですね。たまにもこのまま赤坂っていうのもあるんですけど、恵比寿からここですね、この信号、右に曲がって六本木っていう。で、六本木からもまた恵比寿っていうのがあるので、ここのですね、2点行って帰ってくると。ここもしっかり意識するようにしてください。で、次ですね、六本木から、中央区って書いてますね、私。六本木から中央区。例えばですね、まあ、この辺とかですね、この辺。あとこの辺からですね、中央区っていうのは銀座のことを言うのかな？銀座とか、東京駅って言ったのもやっぱり一方通行であります。で、東京駅から六本木っていうのもやっぱり一方通行であるので、しっかりですね、さっきの3点倒立、3点ですね、トライアングルに似てますけど、ここもしっかり見るようにしてください。途中で宣伝です。タクシーの無料転職相談を概要欄、LINE から承っております。実際にあっての転職相談も可能です。ゲンタ経由での転職成功者には、デビュー後も営業サポートに入っています。今、営業サポートに入っている方のデビュー後3ヶ月目のですね、平均月収は55万6千円です。営業サポートにより基礎がマスターできるので、初動からですね、高い売り上げが期待できます。月収の根拠、内訳や転職相談に関する詳細は、ぜひ概要欄からご覧ください。それでは動画の続きをどうぞ。次ですね、赤坂から汐留です。このルートもですね、結構あるんですよ。汐留、赤坂、汐留ですね。ここはしっかり向きをですね、こういった向きで走ってくると、ここでね、取って、じゃあ、はい、汐留ですって言って、このトンネルくぐって汐留だとかですね、そのまま通り過ぎてですね、まあ、晴海、勝どきといったですね、そっちのエリアに行くこともあります。豊洲とかもありますね。本当に流し営業でですね、しっかり取るときに、向きを意識するようにしてみてください。本当ここ多いですね。あとはですね、こっち行きましょうか。新宿、渋谷って書いてますね。渋谷、新宿か。渋谷、新宿って2パターンあって、このですね、明治通りを使って渋谷、新宿間を行くパターンと、このですね、奥の通りとか井の頭通りとかですね、を使って渋谷、新宿行くパターンと、まあ、いろいろあります。なので、お客様を乗せた位置でですね、こっちだったら、例えば新宿の場所でも、まあ、こっち、池尻の方だったら、で、山手通りってこともあり得るので、しっかりですね、お客様乗せた位置によってですね、使う道路異なるんだよということを覚えておいてください。で、結構新宿渋谷っていうのはね、本当にこう、行ったり来たりっていうのは全然あったりもします。特に山手通りとかですね、はっきりとこう、行き先がわかりやすい通りなので、しっかり乗せた方向をですね、意識して、高単価営業だったりですね、実車率の向上。特に昼は高単価というよりもやっぱ実車率の向上が非常に大事なので、実車率の向上というところを目指すようにしてみてください。はい、本日はですね、売上形成の基礎の一部っていうタイトルで、まあ、こういったですね、ただ取るだけじゃなくて、ただその場で取るだけじゃなくて、次のことも考えて取るんだよとかですね、そこにお送りしたら、じゃあ次はこっち向きで、ここに行ったら次、その次もまた取れるよなっていう考え方を
お伝えしました。今回の話はですね、初級の方でもわかるようにですね、で、こうお話ししてますし、特に昼のですね、昼の売上、昼の実写率の向上に活かしてくれたら嬉しいなと思うし、他にもですね、たくさんそういったヒントっていうのあるはずなので、こういった考え方っていうのを一つ学ぶことによって、自分でですね、あ、ここもできる、ここもできるっていうふうにですね、作っていってほしいなと思っています。はい、本日の動画はこちらで以上となります。よかったらですね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。こういったですね、贈り物もいつもありがとうございます。大切に使わせていただきます。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。